ヨーロッパとロシアで、ウクライナ危機が迫る中、極東や南シナ海では、日米豪での合同訓練が、頻繁に実施されている。今回は、空母の有効性について、詳しく見ていきます。これだけの空母が、東アジアに揃うのは、異例中の異例です。連携強化が急がれます。2021年は、日本の周辺で、各国の空母が、演習や訓練を盛んに繰り広げた年になった。中国海軍の空母、遼寧、山東が、南シナ海や東シナ海、そして太平洋にまで進出するなどの動きを見せ、秋には、空母大国アメリカのニミッツ級原子力ゾラ号、カール・ビンソンと、ロナルド・レーガンの空母打撃群に、はるばるイギリスから訪れた空母、クイーン・エリザベスを中心とする多国籍の空母打撃群が集結して、長期間にわたって共同訓練を繰り返して、海上自衛隊護衛艦も参加した。近い将来、日本も、出雲、型護衛艦の改修を実施して、空母として運用する予定であり、洋上を動く飛行場である、航空母艦の抑止力としての働きを考えてみたい。アメリカ海軍と海上自衛隊は、2021年11月下旬、太平洋上で展開中のオーストラリア海軍、カナダ海軍、ドイツ海軍の艦艇とによる5カ国共同演習において、報道関係者を空母、カール・ビンソン艦上に招待して演習を公開した。招待された報道関係者は、神奈川県のアメリカ海軍厚木基地に飛来していた空母、カール・ビンソンに艦載されている第30艦隊兵団多任務飛行隊 VRM30 タイタンズの CMV-22B オスプレイに海上自衛隊員と共に搭乗して2時間ほどの飛行を体験して関東地方の南方海上を航海中のカール・ビンソンの飛行甲板に降り立った。カール・ビンソンはその全長が東京タワーとほぼ同じ 333M もあり、甲板上に立っていると、多少の波くらいでは、揺れをほとんど感じることがなく、とても洋上を航行する船の上にいるとは思えない。その、カール・ビンソンの飛行甲板、アングルドデッキ上には所狭しと、艦載機が、整然と並べられていて、間髪を入れずに、艦首のカタパルトから、離陸する最新鋭の第5世代ステルス戦闘機 F-35、ライトニング2の艦載型である F-35C や、現在も、海軍航空団の主力である F-A18E、スーパーホーネットなどが放つ轟音に包まれていた。そして、着艦する航空機は、艦尾方向から侵入し、アングルドデッキ上に、斜めに引かれた着艦ラインを目標に、高度を下げ、着艦とほぼ同時に、デッキ上のワイヤーに機体から、下げたフックを引っ掛けて停止させている。その間も、カール・ビンソンは、10万トン超の巨体を、2機の原子炉のパワーによって、30ノット、時速 56km 以上で航走させ、ひたすら、70機もの艦載機の発着艦を繰り返しているのだ。甲板上を忙しく立ち回る、甲板員たちの整然として、無駄のない動きを見ていると、さすがに、2021年時点で、巨大な原子力空母を11隻も運用する、アメリカ海軍に、一日の長を感じるのである。アメリカ海軍の最初の原子力空母は、1961年に就役した、エンタープライズで、独特な形状の環境を持ち、ビッグイートの愛称で退役する2012年まで、長らくアメリカ国民に親しまれ、1965年には第7艦隊に配属され、長崎県の佐世保基地に来航したこともある。ちなみに、エンタープライズは、同型艦が計画されたものの、コストがかかるとして建造されず、アメリカ海軍の主力原子力空母の座を、1975年から、続々就役するニミッツ級に譲ることとなる。アメリカ海軍の原子力空母は、現在、2017年に就役した、ジェネラル、R、フォード級の建造にスイッチしているのであるが、現時点では、
10隻のニミッツ級原子力空母が主力であり、その中のロナルド・レーガンは、現在、第7艦隊の所属として、神奈川県の横須賀基地を、母港として、東アジアのアメリカ軍戦力のようとなっている。2021年10月上旬に、このロナルド・レーガンとカール・ビンソンが集い、さらに、イギリス本国から、空母打撃群 CSG-21 を率いて東アジアに来航した、イギリス海軍の空母、クイーン・エリザベスが合流し、大型空母3隻を主体として沖縄南西沖の洋上で防空、対戦、戦術運動、通信訓練などを目的とした日米英蘭過信共同訓練が実施された。この大規模な共同訓練には海上自衛隊から伊勢、霧島、山霧の3隻、アメリカ海軍は2隻の空母の他に巡洋艦、シャイロー、レイクシャンプレーンと駆逐艦、ザ・サリバンズ、チャフィー、そして GSC-21 として来航した、イギリス海軍の駆逐艦、ディフェンダー、フリゲート艦、ケント、補給艦、フォート・ビクトリア、タイド・スプリング、オランダ海軍のフリゲート艦、エファーツェン、カナダ海軍のフリゲート艦、ウィニペグ、ニュージーランド海軍のフリゲート艦、デカハが参加した。2021年の4月から5月にかけては、南シナ海や東シナ海において、中国海軍の空母、遼寧と、山道が中国のイージス艦とも言うべき、連配級ミサイル駆逐艦などを伴って、艦隊行動や艦載機発着艦訓練を実施しており、この多国共同訓練は、それらの一連の軍事活動に対する牽制と、台湾への威圧をエスカレートさせる中国に対して、台湾への攻撃を行えば、アメリカを中心とする、西側同盟国によって空母による強大な軍事力が中国に向けられることになるとの抑止力として見せつけたとみられている。これに対して中国は反発し、台湾の防空識別圏内に多数の航空機を侵入させて挑発を繰り返したほか、12月には空母遼寧を中心とする空母艦隊を太平洋に進出させて外洋での艦載機発着艦訓練を実施、かつて、台湾危機において、アメリカ海軍の空母打撃群による威圧に屈した25年前と違い、今の中国海軍が空母運用能力を保有していることを示したのである。近年、中国やロシア、それに北朝鮮が極超音速ミサイルの開発を進めていて、さらに中国には強力な空母キラーと呼ばれる地対艦弾道ミサイルなども、多数配備されていることから、ミサイルに攻撃されやすく、維持費が高額である空母不要論が聞かれるようになっている。しかし、それでも海上を動く飛行場として、多数の航空機で攻撃を実施できる空母の存在感は大きく、中国の海洋覇権主義への抑止力としてなくてはならないものである。空母化を進めている海上自衛隊の出雲型護衛艦出雲と加賀もまた、たとえ F-35B の艦載機数が少ないとしても、飛行場の少ない南西諸島や尖閣諸島における動く飛行場として重要な存在であり、一日でも早く空母としての機能をフルに発揮することが待たれている。しかしながら、改修後の出雲型護衛艦は空母とはされず、多機能型護衛艦と称されることになるという。これは、海上自衛隊が空母を持つことにアレルギーを示す左翼勢力を刺激しないための方便であるが、もはや、そのような意味のない言葉遊びは止めて、日本政府は、出雲型護衛艦は空母であることを認めた上で、国民に対して、国防上において空母を保有する必要性を十分に説明すべきであろう。